それでは沼さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。最初に自己紹介お願いします。はい、沼です。普段は旅っぽではカメラマンやったり広告の運用やったり、オフィスの管理したり、まあ、ちょっとソーシャルの運用したりとか数値管理とかいろいろしています。これまで何カ国ぐらい旅されてますか？これまでは、20カ国ぐらい旅してますね。その中でおすすめの国を教えてください。たくさんあるんですけど、僕がおすすめしたいのはアイスランドをおすすめしたいです。アイスランドはすごい自然が豊かで、そもそも島国なんですよ、アイスランド。イギリスの上の方にあるんですけど、人口がすごい少なくて、に対してもう大自然がもう本当に豊かで、火山もあったりとか氷河もある国で、そのレイキャビックって首都になんか人口の8割とか集まってるんで、本当そこを出ちゃうともう本当に何もない大自然みたいな、山と本当草原と氷河しかないみたいな国で、そういうなんか大自然だったりとか、そういうなんかアドベンチャー系の旅行とかしたい人には本当とてもおすすめしています。カメラやる沼さん的にこう、はい、おすすめの場所ってありますか？はい、僕そうなんです、カメラ好きでめちゃめちゃこう写真カメラを持っていろんなとこ旅するんですけど、おすすめだとやっぱオーロラが見れるんです。でそのオーロラ見れるとこ結構いくつも、カナダとか有名なとこであるんですけど、その中で北海道札幌と同じぐらいの緯度にあるので比較的あったかいんですよ、オーロラ見える場所の中でも。なのでそんななんかダウンめちゃめちゃこう着込んだりとかしなくても割と見やすい、なんか長期でオーロラ待ちみたいなのがしやすい場所なので、なんかこうオーロラ見たくてでもそれでもまた写真撮りたいみたいな人にはすごいアイスランドはおすすめしています。なんだろう、オーロラ待ってる時とかも星空とかすごい綺麗なので、本当何にも光害ないんで、光の害光害がないので星撮って待ってるとかいうのもすごい楽しみ方としてありだと思います。アイスランドでの一番の思い出ってありますか？一番の思い出ですか？なんか僕1月とか2月ぐらいに行ったんですけど、思い出か、本当なんか名もなき絶景みたいなのが本当に多くて、なんか観光スポットじゃないところでもなんかもう写真カメラ構えたらもうなんか絵になるみたいな感じ で日本と大きく違うのは森が少ないんですよ、やっぱり。なのでなんかこう本当大草原っていうか、こうなんてもない大地になんか人を一人ポツンと立たせて写真撮るだけでもすごいなんかこう異世界感あふれるすごい神秘的な写真が撮れるので、写真が好きじゃない人にももうなんかぜひ行ってほしいなって思います。最後にアイスランドに行こうと思っている人にメッセージをお願いします。はい、僕行ったのがこう冬だったんで夏のちょっとことはお勧めできないんですけど、冬行くと、まずオーロラが見れるっていうのがいいこと、あと氷河の上が歩けたりする。でその氷河の中になんかアイスケーブっていう氷のトンネルとかもその冬の間は見れるので、そういうなんかアドベンチャー系でかつそういうアクティビティが好きな人とかにはその冬の時期に行ってそういうのをぜひ楽しんでほしいと思います。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。